はーちゃん、たサイドのニュースのお時間でございます。というわけで、スマホの方でアップデートが来ました。今回結構多めかなと思います。そうだね。はい、まず新レジャーグルメ大決闘、こちらですね、昨日の動画でも上がっているんですが、まず餃子か団子どっちが好きかと、そこから始まるんですけど、こちら派閥を選びまして、これなんとですね、これのレジャーでしか手に入らない絶版の衣装、クールギークっていうのが、勝った方の派閥の抽選で何名か、まあ、あの PC だと99名だったんですけど、今回ちょっとスマホだと何名か分かんないんですけど、これはね、1回は絶対やっといた方がいいと思います。絶版なんですよ、このクールギークっていうのが。これでしか手に入らないので、ぜひ ねやってみて。この黒馬かぶり物っていうのもね、当たったりするんでね、上位取っていくっていう人もね、今回出てくるんじゃないかなっていうところで、これ結構僕もやりたいなと思ってます。はい、続いてこちら、現金お年玉来ております。毎度ですね、ありがとうございます、うん、この春節の季節に合わせてですね、北京時間2月3日から6日なので、日本時間で1時間時差があるので、8時から10時、うん、これお間違いのないようにお願いします。新春の現金お年玉イベントを開催しております。そしてですね、新年特典パックっていうのもありまして、まあ、ダイヤがいろいろ手に入るという感じで、この期間は結構ログインするとお得なんじゃないかなと思います。さあ続いて、スコープの模型がよりはっきり見えるようにっていうことなんですが、まあこれまあほとんど変わってないらしいんで、だろうね。まあ置いてきまして、あと瞬殺モードっていう、まあちょっと一瞬流行って、中には結構使いこなしてる人もいると思うんですけど、まあクイックショットみたいなやつですね、うん、あれのアクションを改善したということで、もしかしたら瞬殺モードより使いやすくなってるかもしれません。そして、まあモシンナガンですね、結構今回目玉はでかいね。はい、東京でしか出なかったんですけど、今回から激戦の原や嵐の半島にも実装されたと。そしてこれだよ、これだよ、お茶待ってんだ読みます。最強近接武器クロスボウ復帰ということで、はい、はい、行きます。なんか次行きますさあ続いて、今回目玉のガチャになるんでしょうか、降臨 RK マクラーレンが出ましたよということなんですけど、はい、またセダンということで、またセダンね。複雑ですというか、う嬉しくないです、もう僕は。はっきりと言います、まあ、今回いや、よく言った、言ってくれ本当にいらない、もうこれ以上のセダンはちょっといらないから、何かしらちょっと考えてほしいな。ねえ、に関してはちょっともう見送ります、はっきり。さあ続いてですね、精鋭がですね、なんとレベル9、10が出たということで、これ結構気になるんですよね。まあ何もらえるんだろうね。そうなんですよ、そこちょっと後で確認していきましょうか。さあというわけで、僕 H さんもですかね、これ精鋭特権10に僕らは自動的になってました。やはり課金していたということなんでしょうかね。そうだね。でこれがちょっと開けてみますか。これ毎週ボーナスがこっちで、で、金色重機スキンパック、おー、あとコーディネート層の拡張カード、これちょっとなんだろうね、ちょっと使ってみましょう。使ってもね、何も起こんないんだよ。あ、マジっすか。ちなみに精鋭級がカード、親密関係の拡張カードですね。はい。さあというわけで、こちらですかね、親密関係。まず精鋭特権9で得られるのは、この親密関係っていうのが僕ちょっと分かんないですけど、うん、ちょっと拡張カード使ってみますね。はい。あ、6人になりましたよ。今まで5人しか相棒とかブラザーとかシスターを決めれなかったのが。お茶さん、はい、でもやっぱり恋人は一人なんだな本当だね俺こここそね、ちゃんと増やしてほしかったわいや、それこそまたまた揉めますよさあそして、コーディネート層の拡張カードちょっと使ってみますね。うん、ん、何が変わったんだ、これよくわかんないんだよね。どっか変わったんだろうけど、はい。というわけで、ちょっとコーディネートなんちゃらっていうのがよく分かんなかったんで。分かんなかったね。もし分かる人いたら教えてください。というわけでね、これですよ、精鋭特権多分10の目玉がこの金色重機スキンパックなんですよね、うん、これが多分ランダムな、一つ選択することができるの。あー、こういう感じになってんだ。はいはいはい。ね、猛攻、クールビューティー、グレン・ラセツ、天地玄武、ユニコーン、幻のユニコーンで、三国志と救護式、あ、パンダ、パンダ、いいね、パンダ、うん、
ちなみに俺あの猛虎以外全部持ってんすよね。あ、じゃあ猛虎でいいじゃん。そうっすね。IWGP じゃん。そうですね。でもパンダとかぶっちゃうんだよな。まあそうだね。ちょっとじゃあ選ぶわ。超迷ったんすけど、おう、このクールビューティーが俺2枚で特別期間版って言って、これ黄色になるんすよ、はいはいはい、金色に。あー、青春ね。2枚めっちゃ遠いんすよね。なんで遠すぎるよな。ちょっとあの幻のユニコーンを進化させていいっすか。いいよいいよ。あー、勝っちゃった勝っちゃった勝っちゃった。うおー、かっけー。俺ちょっと購入するわ。よく、これでも割といいね、今回10レベルのやつ。じゃあそうですね、これ結構、あ、結構嬉しい。いい感じ。私のユニコーン進化版結構かっこいいんすよ。嬉しいわ。じゃあこれ割と両アップデーだね。そうだね。さあさあ、どうちょっとグルメターゲット普通にランキング上位欲しいな。黒馬だよ、黒馬。黒馬どの、え、あれも99名なのかな、多分。いや、なんかランキング上位なんだって。あ、あっちは上位か。うん、だから、いや、まあ、厳しいんかね。黒馬って言われてさ、でも北斗の拳じゃない。なんか北斗の拳思い出すでしょ。どういうこと。あ、なんかほら、国王ラオウの、ほら、ラオウが乗ってたさ、馬だよ。いや、黒いけどさ、そんな黒押し名前、いや、わ、お茶さんごめん、わからんわ、俺には。うそ、ごめんな。ニュアンス見だよ、俺のニュアンス見。あと車、なんとかって書いてあったじゃん、あれ。うん、あれ、なんて読むの。いや、わかんないさ、ま、めちゃめちゃ難しいんですよ、漢字が。なんか難しい漢字使って頭いい気分になってるよね、あれ。俺許せねえよ、ああいうの。いや、なんでもディスりゃいいってもんじゃねえぞ。しかし、グルメダイゲットやっぱあれなんですね、基本が水工場なんですね。てか水工場ばっかはちょっときついね。きついかもな。やっぱさ、結構楽しい方だと思う。でも50対50で舞台になるのが一番いいかもしれないけどね。おもろいんだけど常にはね。まあまあ確かに、航路2個しかないからな。あ、撃たれて、え、ん、何で撃った。多分これあれだ、あのだ、これね、今回だけグルメだけ、うん、弾道が出るじゃん。うん、あ、グルメだけ出るのこれ。グルメだけ。え、そうなんだ。そうだよ。へぇ、だから楽しくなっちゃったんだね。楽しくなっちゃったって言えなかった。言えなかった、全然言えなかった、無理だった。俺には車来てる。オッケー、西の方だね。オッケー、お疲れい。お、やった、ナイスナイス。大型犬やっとるやん、大型犬。やばい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 。あ、ナイスナイス。回復ないですか、エさん。あるあるある。欲しいな。こっちも今ちょっとな、大変なんだよ。あ、そうなの。オッケーオッケー。おう。まあいいや、こっちで一旦なんとかやっておくわ。いるなぁ。一人気絶。やべやべやべ。やべやべ。あ、エさん、やばそう。思った以上にやばそう。大丈夫ですか？なんとかギリギリ切ってるし、倒してるし。ナイス。いい感じってことかな、これは。回復もらいに来てやで。オッケー、あの、はい、置いたで。あ、そこか。あ、やばいやばい、身勝手マッツンがやばい、身勝手マッツンがやばい、身勝手、うわぁ、身勝手に生きてるから。どういうこと。聞こえなかった、わからん。聞こえなかった、うわぁ、マジか。ちょっと遅かった、すまん。やべ、これもうなんかね、あの、喋ってる糸間がね、余裕がないね。うん、敵の数が異常。かなりやっぱ面白い気するなこのレジャー。いきなり敵来るんだよな、これ。どうしようね。まあ、とりあえず勝たない。とりあえず、そうやった、ここで。オッケーオッケー。いそうだなぁ。え、どうする、ちょっと、右回ってく若干。そう、ちょっと待ってね。俺、クロスも捨てるわ。だよね。なんか変なもん持ってんなと思ったんだよね、今。あの、使い道なかったわ。やっと気づけた。こっちはいるな。あ、いた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 、さん。そこなか、そこなか。オッケー。めちゃくちゃいない。一人やった。オッケーオッケー。ここね、この曲がって、曲がって、左に曲がったとこね。オッケーオッケーオッケー。オッケー。ナイス。かっけ、落としてきます。
いいよいいよ、団子チーム、団子チームめちゃめちゃ強くねってか。ほら結局団子最強じゃん。ほら分かってましたけどね僕には。なんでそんななんか僕には分かってましたけどね、団子最強ってことは。痛々しいオタクみたいな喋り方する。あと多分北側だね、みんないるっぽいから。あれ水工場じゃない。え何が最終エリア、ほら。あー本当だ、ちょっともうガンガン行ってるわ。ほいほいほい、いたいたいた、いたいた、頼んだ。ああのね、もうね見つけた頃には誰かがやってしまう。なるほどね、まあそうだよな、これは暴力だね。あと3人、あと1人だ、あと1人、あと1人。うんすげえ団子軍マジ強え、敵が見つからないまま終わる。あいた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 、多分ね、あの西南側だね。オッケーオッケー。最後緊張するんだろうな、相手の一人。俺がやられたらおしまいだってあるからね。一矢報いるんじゃないかっつって。いたいたいた。ラスト一人やったぜー。やったっけ。